まあ、旅行で天草に行った時に、温泉、あ、お風呂から、入り終わった時に、休憩時間っていうかそういう場所に将棋盤が置いててお父さんとやってみて、そこからなんか面白いというきっかけに気づきにやり始めました。100名に1人ぐらいの割で有望な子どもさんと思います。まあ頑張って活用にしています。まあ、ちょっとあります。